この実り川がこの助っ人ライター探すところで、はいはい、あの千秋にするかもっと腕のある人にするか、そうで誰に頼むって時に、はい、まあ俺らの本命で千秋に最初から頼むってしてんけど、うんうん、この腕の立つ人間に頼みたいってした時に、うん、あ書いてるなここにメールしてたやろ。そうですね、メールして、同じ頃にメールしてるやん。あ大沢、だからこう腕の立つ人間に頼みたい今も選んだけど、うん、した時に大沢が変わるんじゃないかと、可能性としては、ああなるほど、メールつながりでね。あお前続きがまだ見たことないやつになってる。そこの先送れへん、ほら。しかもなんか今田中って、ね、ああそうか、なんやろ、などう関係してるよ、ね、絶対関係ないと思うけど、いや気づきましたね、シュウさん。大沢はインターホンで田中を書斎に呼んだ。ちょっと見せたいものがある、すぐに来てくれ。副所長である田中に大沢は絶大な信頼を置いていた。研究に没頭できるのは彼のバックアップがあればこそだった。もう変わんねえよ、ねえ、つながりないと思うけど。ノックと同時に大沢は扉を開き、周囲を確認してから田中を部屋に入れた。どうしたんですかこれを。大沢は例の画像を見せた。まあ一緒やな、うん、ああ田中さんにその、うん、これはちょっと遅れる、ここまでやな、うん、続きは？続きが遅れへんからこの先が変わってるんだ。なるほど。大沢は画像をスライドショーにしてウーアウイルスが増殖する過程を眺めた。何度見ても不思議な光景だった。ウイルスは増えることだけを目的に生きている。理由や理屈などは何もない、ただ純粋に増えるだけなのだ。一緒やけど、まあ一応やっとうか。はい、そこに大沢は神秘的なものを感じていた。もしウイルスに感情があるのならどんな気持ちで生きているのだろう。そんな分かることのない答えを求めて大沢はウイルスの研究にのめり込んでいた。抗ウイルス剤の開発を手掛けたのはあくまで会社の仕事としてである。殺人ウイルスから人々を守るという使命感などない。ただウーアウイルスと戯れていられればそれだけで毎日が幸せだった。こっからやね、うん、おーえみのりかわ、みのるって書いてる。みのりかわ、何間違えて送ってるとかそういうことかな。新しいメールが着信した。内容はと目を通して大沢は眉根を寄せた。緊急事態だ。第四級ヘイブン出版に来い。でないと人が一人死ぬことになる。みのりかわ、みのり、このメールやっぱ来た。ほんまやね。まさかとは思ったけど、何残っちゃって思うよね、このヘブン出版、みのりかわ、みのる、どちらも知らない。やっぱ知らんねや、何やそれ。しかしさっきのメールと無関係とも思えなかった。もしかしたらこの差出人が何かの情報を握ってるのかもしれない。関係なあるかなって思うよね。匿名ではなく今度は実名で送ってきているところや文明に焦りが見られるのが真実味を帯びている。何より人が一人死ぬという言葉に大沢は激しく動揺した。取るものもとりあえず大沢はこっそりと家を抜け出しヘブン出版へと向かった。おっ、来るんや大沢がヘブン出版。場所を突き止めるのにかなりの時間がかかったが大沢はようやくその雑居ビルにたどり着いた。よう出れたな。ポストには3階と4階にヘブン出版と表示されていた。どうやって抜け出したんやろね。ねえ、そうそう、それそれ。大沢はエレベーターで3階に向かった。中を覗くが誰もいない。4階も同じように誰もいなかった。ん、遠山さんの天井からロープが垂れ下がっている。奇妙といえば奇妙だがそれが何を意味するのかはわからない。落ち着かない気分のまま30分が経った。いやいやいや、もう誘拐事件どうなってねえ。1時間が過ぎ、2時間が経過した。誰も現れそうにないので3階に移動した。さらに1時間、誰も現れへん。
ひたすら待ち続けて2時間。だっているんちゃう遠山たちが。あ、時間かかってきたからか。そうでしょうね、多分。もう遠山さんもここを離れて、緑川さんはこう取材に向かったってところかな。そういうことか。疲れてうとうとと居眠りをして、気づけばすっかり日が傾いていた。でも遠山はここにいる、取材してんのかな。借金取り来んねやろ。そうね。まあ夕焼けか。大沢は寝癖のついた頭で窓の外を眺めながらつぶやいた。何か大変なことを忘れているような気がしたが、静かに暮れていく街を眺めていると、煩わしい日常の何もかもがどうでもよくなった。黄昏れてる場合じゃないよ。どうでもよくない。あなたの娘さんたちやウーアウイルス、大沢の望んだタコのような時間が。こっちはナギ。間違えた。大沢の望んだナギのような時間がそこにあった。バーレー、現実逃避。現実逃避。ヒント見てみようか。なんてこった。怪しいメールに導かれてヘブン出版に向かったが、そこには誰の姿もなかった。言うまでもなく、メールの送信者は緑川実である。11時30分頃、緑川は知り合いの記者へ片っ端からメールを送ったんだが、慌てていたためアドレスを間違え、偶然にもそのうちの一通が大沢に届いてしまったのだ。なんと。そんな偶然あるか。緑川がメールをしていなければこうはならなかっただろう。あ、もう取材したことがあるとかでアドレスが入ってたとかの可能性の方が、偶然ってことはないっていうか、まあアドレスが入ってたらな。そうそう。あ、じゃあところ構わず、誰かで構わずメール送るのはやめましょうっていうことやね。まさか大沢さんがこんな振り回される事態になるとは ね。まあじゃあちょっと本命の、まあまあ、本命の選択肢に戻しとこうか。千秋さんに、千秋さんに頼みたいからね、直接。そうそう。ネズミの手。はい、じゃあアチの、はい、選択肢も本命の選択肢に戻してないっていうか。ああ、なるほど。ちょっと確認してみよう。はい。